今夜に込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しい装備に挑戦していこうと思います。先日入手した、星なき夜255。だね、破壊力はピカイチです。で、エンチャントが、虚無、リフレッシュ、クリティカルヒットとなってます。まあ、回復がリフレッシュでちょっと厳しくなるかなと思って、防具はスパイダーアーマーです。クールダウン、デスバーター、ヘルスエナジーだね。で、それにバブルバースターでぴょんぴょん打ちながら攻撃して、で、打ち漏らしたやつを星なき夜でガシガシ倒していく。そういう感じでいきます。カバンは装備してません。ドラとキノコ、羽だね。まあ、こんな感じで行ってみましょう。それでは行きましょう。まあ、戦い方はいつも通りだよね。ぴょんぴょんしながら、バブルバースターを撃っていく。これが基本となります。これが基本だね。うん。まあ、バンバンはできないけども、破壊力はなかなかあるんで、倒してはいける。で、打ち漏らした、キャプテンとかがね、若干時間かかったりしてたんだけども、これを、これで倒していく感じだね。うん、オッケーオッケーオッケー、いける。なるほど、カバンの方がまだ早いような気もするんだけども、まあ、たまにはこういうやつをやってもいいんじゃないですか。ちょっとやってみよう。これいけるぞ。結構ね、安定はするんだけど凍結に弱いな。凍結にね、ものすごい弱い。凍結すると攻撃速度がもう著しく減ってしまうんで、ダメになるね。まあ、凍結以外だったらいけるな。結構回復もするんで、もしかすると、耐電でもいけるかな。いやー、難しいか。耐電はさすがに耐えれないか。これね、高パワーのやつと 6% 吸収っていうのが、やっぱりね、かなりマッチするんだよね。だいぶ、お、この、ゴリ、あ、ゴリさんも結構簡単に倒せる。うんうん。あいつはね、カバンビルの時は、ちょっと時間かかってたんだよね。それが、早く倒せるってことは、なかなかいいんじゃない？あ、ああ、いけるいける。こういう、バブルに、入らないようなやつに対しては、結構有効だと。よし、よっしゃー、いける。全然殴り合いで倒していける。いいね。やっとボスまで来れましたね。来た来た。これね、やった感想が弱点が2つあるねっていうところだな。うん、トゲが来たら即死するのよ。なんで気づいて、攻撃しないようにしなきゃいけない。そして変更でも死ぬ。弱点が2つになるか。うん、でもね、デスバーターついてるから、このデスバーターが、やっぱいい感じだね。うん。いや、絶対死んだと思った時でも、死なないことがあるんで、まあ、死ぬ時は死ぬけど。うん。まあ、ちなみに、あと一回死ねば終わりです。なかなか厳しい。トゲまでね、やっぱ弱点になるっていうところが、厳しいかな。いや、強いんだけどね。実際結構強い。なになに、トゲ。あー、びっくりした。なんか反射ダメージもらってたからトゲかなと思った。いや、でもやっぱね、こう近接で戦うっていうのはね、面白い。近接はやっぱ素晴らしいね。じゃあ、ちょっと待って、3倍になってない。いや、なってるな。てかダメージが、数字が表示されてないね。やば、おー、船。じゃ、このゴリさんもね、二人いて、で、しかもね、ダブルダメージとか来た時が、即死した。ダメだ。あ、危ね、死んだと思った。よし。オッケー。危ねえ。なんか、攻撃されてる。危ねえ。よっしゃー。倒したー。でも、なんか今のところ
カバンで行った方が安定するかなっていうところだね。まだね、ここね、変更点も、ちょっと相性が悪い。凍結が、50% か？凍結ダメージがね、ダメなんだ。この装備は。やっぱり、攻撃速度が落ちちゃうと、どうしても弱くなってしまうんで、凍結との相性は悪い。なんで、やっぱ場所を選ぶね。この装備は。いや、でも楽しいよ。久しぶりにやっぱり、近接でね、行ったような感じになるんで、やった感じとしては、すごく楽しいです。よし。もう絶対クリアしてやるからな。あはは、ほんと、あと1回くらいは死ぬっていうのがね、あと1回でゲームオーバーっていうのが、ちょっと緊張する。あと1回で死ななければね、もう少し、ゴリゴリ攻めていけるんだけどな。よし。もうドラでね、弱体化させても、ワンパンで死んじゃうから、注意が必要。終わりか？あとお前か。その方は、全く問題なし。よし。あー、怖っ！あーよし、クリアです。3回やり直した。3回やり直したわ。あー、装備。装備を変えてから行きましょう。ジャングル。それでは報酬見てみましょう。6個とも取ったからね。ああ、反逆者253。次、なんだ？影。ああ、ストームランダーか。いらないよ。影の衣が良かったな。まあ。お供え物ですね。はい、ということで、今日はちょっと装備をね、変えてやってみました。こんな感じだったね。星なき夜にスパイダーアーマー、そしてバブルバースターの羽、ドラじゃなくてトーテムにしました、最後は。で、卵天狗だけです。まあ、打ち漏らしたやつを倒すのには、これ、すごく役に立つやつです。でも、そうね、弱点が、ちょっと増えちゃうっていうところが難点かな。変更に加えて、トゲと、あと凍結にもね、すごく弱いんで、まだちょっと改良が必要かな。で、ドラを入れるよりも、このね、バリアを入れていった方が、変更で死なない可能性が高いので、こっちの方が良かったかな。ドラ入れていってもそんなにね、効果が、見えなかったんだよね。はい。まあ、とりあえず、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。